こんにちは、時の小石です。季節は梅雨に入ったようで、雨が多い休日です。椅子拾いにも行けないので、こんな日は、まったりと、買ったものの開封をしてみたいと思います。ちょっと買いすぎました。まずはこちらを開けてみます。龍涎香をイメージした練り香です。龍涎香とは、マッコウクジラの体内にできる結石で、香料の原料になるものです。前回、龍涎香らしきものを海辺で拾ってきて、それを調べる動画を上げましたが、龍涎香は、一体、どんな香りがするのだろうと思い立ってみました。とはいえ、主の財力では本物は買えないので、龍涎香を再現したものです。本物の龍涎香は 1g 1万6000円でした。果たして、どんな香りがするのでしょう。直で嗅いでみると、薬団と甘いバニラを足したような香りです。ちょっと酸味があります。手の甲に塗ってみると、薬団の香りは抑えられ、フローラルで、甘い香りが優しく広がります。ただ、肌につけて外出となると、老けて見られがちかもしれないので、家の中でリラックスタイムに使用するのがいいかと。どうしても、お香という香りがしますので、そこは仕方がないかもです。また、少しの酸味が、動物性の匂いを連想させるので、苦手な方もいらっしゃるかと思います。続きまして、ここからは石です。
このルースケースはおまけのようです。非加熱のスペシャルティンガーネットです。目に見えるクラック、内包物ありで、とてもお安く買えました。こういうグレードのガーネットは数百円から数千円で買えるので、ついつい集めたくなってしまいます。ペアシェイプカットのスペシャルティンガーネット15.36 カラットあります。どんどん行きましょう。このチャンネルではおなじみのキャッツアイです。今回のキャッツアイはコーネルピンです。スリランカ産 1.18 カラットです。 0.6 カラットのものを持っているので、もう少し大きいのが欲しくて買いました。もちろん傷ありわけありのお安いものです。最後はこれです。なんとプレゼントが入っていました。プレゼントから開けてみます。光練石が入っていました。これは良いサンプルで、これからの石探しの参考になりそうです。ではメインの方を。最近のお気に入りの石、陶練石です。特にノルウェー産はピンクの色が濃いようです。こういうブロック状の原石がなかなか見つからなく、ずっと探していました。
磨いて、手で握れるような握り石にしようかと思ったのですが、なんかもったいなくなってしまいました。ちなみに、こちらは糸魚川さんの登連席です。ただ、糸魚川さんは登連席ではなく、ピンククリノゾイサイトという説もあり、どちらが正しいのかわかりません。現状では、すべてが登連席として通ってしまっています。どちらにせよ、糸魚川さんの海釣りしてサラサラした肌触りは大好きです。さてさて、今回は以上になります。この後は、それぞれの石のアップ動画で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。